はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。というわけで、今回もスーパーマリオ RPG 全ボス一旦クリア、ついに武器工場も入ったということですね。まあ、カジオなんじゃねえかっていうところなんですけれど、今ですね、まあ、カジオを正直言ってですね、全然順調でも何でもなくですね、めちゃくちゃ苦戦しております。てか、むしろ一旦撃破無理なんじゃねっていう雰囲気が漂っておりますけれど、まあ、その前にですね、まあね、武器工場のですね、まあ、本業にはですね、いろんなね、キャラクター、そしてですね、見せきれなかった番外編などをですね、集めてですね、そちらの方もね、紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひお気軽な気持ちでお楽しみいただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。と、まあ、今回の動画は番外編と歌っていますけれど、このカジオに会うまでの、まあ、係長とか工場長とかですね、そこら辺もですね、まあ、だいぶでいろんな激闘がありましたしですね、他にですね、まあ、ここの戦いにね、ちなんでですね、いろんな準備とかもありますのでね、ぜひぜひ楽しめる動画になってますので、最後まで楽しんでいただければ嬉しく思います。それでは本編いってみましょう。はい、というわけで武器工場内に入るまでの通勤経路を通過して、早速工場内の方に入っていきました。まずはですね、係長の前でですね、部下が一生懸命働いているので部下から倒していくところでいきましょう。行くぞトン。というわけでトンなんですけれど、音楽も通常音楽ということでボス扱いしないんですが、今回番外編ということでここから入りさせていただきます。まあ、この辺もですね、レベル30になったね、ジーノさんがいればですね、ジーノクラッシュで一発で倒せますので問題ありません。というわけでこの後はですね、まあね、上司が出てくるんですけれど、周りの取り巻きはGので倒せるってことがここでわかります。はい、でも今回のですね、まあ、上司3兄弟に関してはですけれど、まあ、周りの取り巻きは G のフラッシュ、そしてマリオのスーパージャンプで本体の上司を倒していく、そして倒しきれなかったところはマロが頑張るっていう流れになっていくと思います。スライド調整もですね、マリオが一番最初にならないようにっていう調整だけをしてるんですけれど、スーパージャンパーはまだ手に入ってないので、ジャンパースカーフを装備して素早さが55のマリオ、そして G のも素早さが55ということで、 G のが先に攻撃するっていう風になっています。もしこれスーパージャンプでニッチもサッチもいかなくなったらですね、まあ、ここはですね、 G のですね、 G のウェーブをかけていこうっていう作戦も考えてるっていうね、二足のね、わらじでいけるような状況になってますね。それではうっとりしている課長さんを指揮目に倒していきましょう。めちゃくちゃうっとりしてます。僕この3人の部下と課長結構好きです。はい、というわけでトントンだかカンカンだかテンテンだか分かりませんが、周りの取り巻きは相変わらず G のフラッシュで倒していきましょう。はい、というわけでこちらの音楽も通常の音楽ということで、で一体皆様、工場というものはどこからが主戦なのでしょうか。課長ってすごくないんでしょうか。課の長ですよ。私、保育業者なので全然わかりません、その辺が。というわけで、かわいそうなので、スーパージャンプで人締めていきましょう。はい、というわけでこちらも難なくクリアいたしました。正直でドルトリンクとかですね、まあ、メビウスリンリンが大変すぎて何なんだこの結果はっていう感じなので、番外編とさせていただきました。ピーチもめちゃくちゃ怒っております。しかしピーチもめちゃくちゃビビっております。というわけで部長の方も倒していきましょう。で、ここからですね、まあ、一発撮りができなくなってしまい、部長の強さに気づいてしまった私はですね、G のでですね、全体のバフをかけることを先にすることにいたしました。これで周りの取り巻きはマロが倒すということで、マリオはスーパージャンプで部長に専念していただくっていう形になりました。挑戦回数はですね、まあ、27回か8回目ぐらいでこちらの動画を撮ることができました。はい、というわけで奇跡的にこちらのダメージ4桁を出すことができましたというところで、あとは周りの取り巻きをマロが倒してくれればクリアでございます。ここで手を抜くと私ね、ショックなのでですね、こちら雷属性が弱点ということが唯一の救いでございます。はい、これでですね、部長の方まで移送することができました。
はい、というわけでですね、私この動画を撮り始めた頃からいつかは叶えなくてはいけないとずっとずっと思っておりました。スーパージャンプ100回をしてスーパージャンパーを手に入れること、これがないとさすがの過剰も無理だろう、もともとラスダーンと工場長も無理なんじゃないかっていうことは薄々感づいてたんで、ここで私ちょっとオフの方で頑張らせていただきました。せっかくの番外編になってますので、私の頑張りを見てください。はい、それではカジオ戦の手前、ラスダーンと工場長との戦いになります。もちろんラスダーンといえばジャスティスブレイカーって、ここでも食らうんかいというところが印象的だと思われますがですね、こちらもマリオさんスーパージャンパーを羽織っているのでね、ある程度攻略が楽になっております。で、一見ですね、まあ、2匹しかいないしですね、工場長のですね、まあ、HP が1000、そしてラスダーンの HP が1500、さらにですね、ラスダーンのですね、まあ、弱点でですね、雪やコンコンとかですね、雷ドッカン系がね、弱点になっているということですね、なかなかね、ダメージも与えやすくなっています。で、ここでですね、まあ、G のフラッシュのダメージの方も見ていきましょう。はい、というわけで工場長が残り100ちょい、そしてラスダーンが残り500ぐらい与えれば倒せるという状況になりました。ここでですね、弱点である雪やコンコンを使っていきましょう。工場長はですね、弱点じゃないんですけど100ダメージぐらいは与えられるでしょう。これでなんとかクリアしたぜ。ウルトラジャンプうまくいったなと思ったんですけど、ラスダーンの残り HP の方を見てみましょう。ついにやってまいりました。ラスダーンにですね、894のダメージを与えたということで、まあ、工場長の方は問題なくなんですけれども、まあ、このね、G のフラッシュもですね、先ほど検証した結果ですね、まあ、250ダメージ前後を与えるということで、あとですね、雪やコンコンなどを与えればですね、倒せるということでですね、やっとですね、ここで倒すことができました。もう本当にこれですね、待ってろ、カジオって感じでございます。それでは早速、雷ドカーン。はい、というわけでですね、大変長らくお待たせいたしました。動画では全然待ってないことでしょうということで、やっとですね、ラスダーンに、ね、900以上ダメージを与えたということで、まあ、ここでミスすることはまずないでしょうということですね、まあ、やっとこそですね、この工場長も倒してですね、もうジャシスブレイカーもどきのですね、ラスダーンを倒すことができました。いや、これは本当にね、この後のですね、カジオ戦がもう思いやられるとしか言いようがないような結果になってしまったんですが、ね、まあ、スーパージャンパーを着たということで、まあ、こちらの方もで最強装備になったということで頑張っていきたいと思います。はい、というわけで番外編の本骨頂ということですね、まあ、ドドだけはですね、ワンタンクリアしてねえじゃねえかというご意見いただきました。確かに私その通りだと思いました。ストーリーを最初からやるの辛いなと思ったら、たまたまなんですけどですね、大魔導士クッパを作るっていうですね、ライブのね、セーブデータが残っていましたので、まあ、そちらの方でですね、まあ、今回はですね、レベルの方30まで上げさせていただきました。そしてですね、
はい、というわけでストーリーを進めるっていう大変さはなかったとはいえですね、レベル30にするのにはやはりですね1時間ちょいはかかりますからね、だいぶ苦労させていただきました。というわけで今回ねドドにね怒りの1時間分の攻撃をしたいと思います。もちろんジャンパースカーフの方もゲットさせていただきました。スーパージャンパーまでやるともう番外編じゃなくなるぜっていう話でですね、もうすでにね1回やった後なんですね、まあ、今回ですねこのようにですね、まあ、ジャンパースカーフの方を装備した状態で、そしてね、まあ、このデータだとですね、まあ、ブッキーの守りがちゃんとありますので、まあ、ブッキーの方もねお守りももらった状態で装備させてっていうことで、パタパタ勲章は素早さのため、まだドドの羽を持ってないので素早さ20アップさせるために G の、そしてですねブッキーの守りでバフの方というかですね、まあ、攻撃力か魔法攻撃を上げていくって感じですね。はい、こんな感じで進んでいきたいと思います。おそらく皆様通常プレイでこのドドのダメージをですね、まあ、3回食らってしまうっていうことはめったにないと思われるので、まあ、大体は成功してねドドを羽をもらうっていうイベントになっていると思うんですけど、まあ、今回はですね、まあ、ね思いっきり食らうということですね、まあ、そちらの方の方のシーンもゆっくり見ていこうと思います。わざと食らうってなかなか苦痛だよね。いやー、壁に吹っ飛ぶくらいのくちばしを食らってマリオが平常でいられるって、結構マリオって防御力高いんじゃないか、さすが30レベルって感じですね。でも結構思うんですけれど、これって、まあ、銅像を磨くから、まあ、銅像のくちばしでガツンってやるところの、ね、部分ですね。そこのところで食らわなきゃいいっていうんですよ。まあ、ここでマリオがジャンプしてるのに気づかないのはどうかと思うんですけどね。もううるさいざます。だったらちょっとだけつっついて確かめる。いや、銅像を磨くのとつっつくの差がわからない。こうしてこれマリオ怖いよね、マリオ怖いよね。ブルブルブル。いやー、すごい、ね。確かにマリオの気持ちめちゃくちゃわかるっていうところですね。まあ、今回はですね、ドドの方ワンタンクリアやっていきます。G のウェーブないですね。はい、申し訳ございません。G のウェーブはですね、おそらくクッパが覚えてる状態になってるんじゃないでしょうか。いや、すいません、クッパ覚えられないな。マロが覚えてる状態になっていると思います。大変申し訳ございませんでした。で、どうしようもないので、まあ、とりあえず G のクラッシュでも方の食らわしといてですね、まあ、ドドの HP を減らしておきましょう。ドドの HP800 ということで、隣で大したことないので、なんとかなると思います。で、まあ、ドドでですね、気をつけなきゃいけない点っていうのはですね、マルガリータ&ドド戦の時はですね、もちろん真ん中にいるキャラクター1対1の HP500 で結構苦戦するよねって話だったんですけども、今回3人戦えて HP が800じゃないですか。まあ、幾度となくですね、2500ダメージを与えました。ヤリドビヒが1500ダメージを与えましたっていう私でございますので、はっきり言ってですね、ここのドドでですね、苦戦するわけないよなって思いながら今回番外編に収録したって感じですね。はい、というわけで、いや、こんなんでいいんだろうかっていうか、むしろ番外編これ一発クリアなんだけれど、むしろ、なんていうか、準備の方がめっちゃ時間かかったんですけれど、というわけでね、番外編の方、ドド編でございました。はい、というわけで番外編最後までお楽しみいただきありがとうございました。残すところ、これで真の最後のボス、カジオとその第二形態となってまいりました。もうカジオのステータス的に考えてですね、どう考えても無理なんじゃないかっていうところなんだと思いますけど、このマリオ、マロ、ジーノ、クッパ、ピーチ姫の思い、そして私がね、ワンタンクリアできたらすげえんじゃねえかっていう思いを胸に、今回ラスボスをですね、挑んでいきたいと思います。まあ、どんなに倒せなかったとしてもですね、最短何ターンで倒せるよっていう検証ができるぐらいのダメージを与えていこうという思いではありますので、ぜひぜひ次回の最終回の方もお楽しみいただければ嬉しく思います。次回の最終回の見どころとしてはですね、この第二形態のカジオの HP が8000になっております。もちろんウルトラジャンプしちゃうとですね、まあ上の頭の部分と体の部分で分かれてしまいますので、まあスーパージャンプ大会になると思います。バグをかけた状態、そしてひっぺがしがある状態、そして果たしてカジオは一体何ターンで倒すことができるのか、一ターンはどう考えても無理なんじゃねえかと思いながらも、なんとかツールなしにできるところまでやっていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみください。そしてまずはこの第一形態カジオの1戦目、こちら収録1回目ということで、ぜひぜひ私の1回目の勇姿をご覧いただき、次回につなげていただきたいと思います。それではクラエウルトラジャンプっていきたいんですよね。こちらね、ヨーコールとねカジオがいるっていうところもですね、私のね現実をつけられる状態でありました。はい、というわけでスーパージャンプいってみましょう。また次回会いましょう。またねー。